はい、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、Amazon でこのボックスがね、売ってたんですよ。 PCX 用で、つけるのも簡単っていうのをちょっと買ってみました。中身がね、こんな感じで、めちゃくちゃでかいです。ほら、でかいボックスで、こんな感じでね、なんか入っておりました。はい、それでは今からちょっと取り付けていきます。で、一応これは必要ですね。プラスドライバー必要なんで、これだけ準備してればいけると思います。ではやっていきましょう。めっちゃいい天気でね、こういうのもついてました。これも全部セットですね。一体化してるみたいです。で、説明書もね、ちゃんと入ってますね。はい、じゃあ初めにここの2つのネジを取っていきます。はい、ネジ取れたんでね、このカバーを外していきます。ね、もう硬いけど、どうやって外すんだろう。普通にオラって、え、取れないぞ。このカバーを外していくみたいです。普通に引っ張ったら上がりましたね。反対もやってみようか。ちょっと硬いんですけど、ここのところをね、こう持ってこれやってやったら取れます。うわ、最悪、見て、割れた。ここすごくやりすぎるとね、割れるって書いてあるんでね、気をつけてください。で、ここのネジを取ります。はい、これはね、前に押したらね、ポコンと取れます。それにしてもあれだね、もともと黒色だったんかな。で、なんかスプレー塗ってこういう色になってんのかな。面白いね。よし、そしたら戻していきます。はい、戻すときは普通にただ押すだけでした。で、ここにね、取り付けていきます。これ合ってんのかな、これを。あー、風が強い。これをね、取り付けていきます。はい、やっていきます。付属品にネジ4本とロッククレンチも入ってるんでね、やりやすいですね。これでつけていきます。うわ、めっちゃ簡単でした。これつけるだけですね。ちょっと閉めています。閉まるかな。あ、問題ないですね。あ、待って、ネジつけてない。忘れずにね、ここのネジ止めておきましょうね。はい、これで完成です。できました。ボックスつけてみますか。はい、つけてみました。めっちゃ存在感やばいね。がっつりしてる。やば、かっこいい。いかがでしょうか。なかなかいいんじゃないですかね。シルバー、この色ともね、若干合ってるし。でかいな。でかさを増しましたね。これマジおすすめですね。値段もね、1万4000円くらいでしたね。で、セットになってるんで最高です。で、工具もね、プラスライバー以外は全部ついてるんで、しかも背もたれもついてるからね、おすすめですね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ではまた。